にゃんとみんなのいい時間。この番組ではメッセージをお待ちしています。メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp までお送りください。FM コザでは YouTube、ツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。この番組はスカッと爽やか合同会社スタジオライフワークの提供でお送りします。この番組は生まれた時から体の自由が利かず、体に常に力が入っている状態で車椅子生活をしている脳性麻痺という障害を持った漬山亮の番組です。現在漬山亮はデザイナー、たまに DJ、 そして社会活動をしながら、今回は漬山亮、僕のことを知ってもらいたいと思い、ラジオの番組を始めました。僕の好きな音楽を流しながら、障害者をもっと身近に感じてほしいと思っています。ぜひスタジオの前に会いに来てね。りょうのみんなといい時間、お楽しみください。はい、みなさんこんにちは、始まりました。始まりましたね、りょうさん。何回目？2回目か。そうですね、ラジオ放送2回目ということで、9月になったんですけれども、はい、前回に引き続き、今回の収録も、はい、スタジオライフワークからお送りしています。コロナ禍の影響で、今週もスタジオライフワークからの収録となります。ご了承ください。はい、りょうさん、はい、今日のお題なんですが、はい、何にしますか？いきなり9月になりました。早いですね。早いね。りょうさん、最近は忙しいでしょうか？最近はぼち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 りと忙しいですか？お仕事に追われてる感じですか？あるけど適度に休み入れてますか？時間に追われてます。時間に追われてます。はい、まあちょっと体調も疲れがたまると
崩しやすくなると思いますので。大丈夫、まだ若いから、だそうです。はい、じゃあこの若さを生かして、たまりにたまりまくってるお仕事も仕上げて、はい、頑張っていきます。はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。お題だ。はい、今日のお題なんですが、両さんも利用している、ここのデイサービスですね、スタジオライフワークの、取り組みについて今日はお話ししていこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、両さんはここのスタジオライフワークデイサービスのオープンが6月1日からなんですが、りょうさんも立ち上げ当初から参加されてますね。はい、で一応6月から生産活動と自立チャレンジに力を入れた、生活介護事業所スタジオライフワークデイサービス開所して、ちょうど3ヶ月が経過したんですけれども、あっという間でしたね。3ヶ月経ったっていう感じがちょっと、しなくて。1年ぐらいやってるから。なんかもうみんな一応顔なじみなんで、なんかもう時間が過ぎるのもあっという間で、もうすでに1年ぐらいいるかのような、これはじゃあ居心地がいいっていうことの裏返しですか。居心地、ぶっちゃけ居心地はいいですか。最高。ああ、最高、ありがとうございます。いい言葉をもらいました。ということで、私たちはゼロからでもできる、で今からでもできるっていうコンセプトのもとで、障害や疾患などの理由により働くことを諦めるんじゃなくて、個々の一人一人 の障害の特性やスキルに応じた生産活動の運営にこれまで力を入れて取り組んできたんですけれども、今回はこれまでの経過報告として、現在ご利用されている、りょうくんも含めてなんですけど、利用者様の声も取り上げていきながら今回ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。じゃあ一応トップバッターということで、隣にいらっしゃるりょうさん、りょうさんにちょっと質問形式でお話を伺っていきたいと思います。はい、じゃありょうさんに一つ一つ聞いていきます。デイサービスや生産活動はやってみて実際どうですか。いや、とても楽しいんで。はい。とても楽しいんで。楽しんで生産活動などを取り組ませてもらっていますと。はい。じゃあこのりょうさんがやってる生産活動なんですけど、実際は、どんな活動をされていますか。僕ははい、写真の加工とか、あと、僕の職員の分野の
あとはまあグラフィックデザインとか、グラフィックデザインであったり、あとアルバムの主にやってるのがレイアウト作業ですね。グラフィックデザインであるとか、アルバムのレイアウトの制作活動を主にパソコンの方を使ってやっていますと。はい、ありがとうございます。手帳3番目なんですけど、あとこの活動をされてどうしてですか、やってみてちょっと、まあ、思ったより簡単だっただとか難しかっただとかっていう感想ありますか。いや、正直思ったより難しかった。むずい。ああ、そうですか。りょうくん結構パソコンをうまく使いこなして、僕が知らないこともたくさん知っててすごいなっていつも驚かされてるんですけど、そのりょうくんでりょうくんの技術をもってしてもちょっと今回の作業は結構難しい、難易度が上がる感じですかね。パソコンの操作とか、機能とかは簡単だけど、レイアウトとかが難しい。あ、そうだったんですね。いや、ちょっと横でりょうくんのサポートをしながら、りょうくんの作業風景ってのをちょっと見させてもらってるんですけど、やっぱりちょっと難しいなっていう私も印象を受けたんですけど、でも取り組むことによって、まあ、少しずつ覚えていきながらやってもらってる感じかな。まあ一つ一つね、ちょっと習得していきながらね、形になっていけばなというふうに思います。ありがとうございます。あと、3つ目ですが、お給料、現在生産活動をしてもらってるんですけど、お給料についてはどんな感じですか。皆さんも気になるところだと思います。前いたところよりもいい感じ。いい感じっていうのは結構よくたくさんもらってる感じです、ね。じゃあぶっちゃけいくらぐらいもらってますか。じゃあちょっと耳打ちでお願いします。はい。すいません、ちょっと諸事情でちょっと PO を入れさせてもらったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっと額にはできないんだ、ちょっと表せないんだけど、まあ、りょうくん曰く、以前に比べてたくさんもらってるよと、そういう感じですかね。まあ、額については満足ですか。ありがとうございます。はい、ということで、お給料についても割といい額をもらってるということでした。はい、じゃあこれ、もらうことによってどうですか、なんか気持ちとしては。気持ちとしては経験も上がるし、テンションも上がるし、すいません、テンションも上がるし、やりがいにもなっていますと。はい、モチベーションが上がるっていうのはいいことですね。モチベーションが上がる。はい、
とですね、まあ、報酬によって評価されてるっていうのは嬉しいですよね、うん、だからまあじゃあそれにまた見合った仕事またはそれ以上の仕事をしようっていうモチベーションにもつながっていきますね。そういう感じですかね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後なんですけど、今後の目標などについて、よくなりにありましたらお願いします。何の理解だこのいただいたお給料で カメラを購入したいと思います。どんなカメラですか具体的に。できればできれば、うん、動画とか写真とか写真とか撮れるいいやつ、高性能のカメラ。じゃあ一眼レフとか。一眼とか。ああ、結構高いですよね、値段。ミラーレス。ミラーレスとか。とか。ああ、いいですね。いくらぐらいするのかなあれって。20-30万ぐらいはするのか。大体こんな。大体こんな感じですね。じゃあそれに向けてちょっと貯金してね貯めれたらいいですね、その他何か目標とかありますか。目標は、はい、できたら海を見てやっていきたいなって。できれば自分でやっていきたいなと思っています。これはじゃあすなわち独り立ちして仕事を頑張っていきたいと。素晴らしいですね、模範的な回答ですね。ありがとうございます。はい、じゃあまあ充実したデイデイの生活を送れてるっていうことで嬉しい声もいただきました。じゃあリョウさん、はい、CM とかは大丈夫かな。そのまま。I don't know. じゃあ、スタジオライフデイサービス、現在今4人の利用されている方、りょうさんも含めていらっしゃるんですけども、そのうちの2人の方、生産活動を頑張っている方いらっしゃるので、この場を借りてちょっとご紹介させていただきます。女性の方で、N さんという方がいらっしゃいます。この方は左手あと両足の方が不自由なんですが、イラスト作成とかアクセサリー作りを右手の手を使って、上手に作って取り組まれている方です。りょうさんの、お知り合い、もう幼馴染って言ってもいいくらい長い付き合いの方、りょうさんの同級生の方ですね、はい、でその方の、まあ、ここ通った感想としてなんですけども、デイサービスでの仕事、生産活動はスタッフと協力して、食事作りやイラスト制作、あとはアクセサリー作りなど、できることが楽しいですと、はい、頑張ってるよね、よくも見てるよね、そもそもね、でそれを見てその頑張ってる姿をですね、家族のみんなが見てるらしくて、でそれを見てちょっと家族の方も喜んでくれてるっていうのが本人にとってはすごい嬉しいそうです。で、まあ、彼女は今月のお給料をもらって、家族にマックのハンバーグを買ってプレゼントしたそうです。優しいですね。いいね、らしいですね、すごく優しい子なんですけども、はい、で半分はそれに使ってプレゼントされて、
で、残り半分は貯金したそうです堅実ですね。で、貯金したお金で、今後はカラフルなビーズなどを買っていろいろなものを作りたいそうです。でやっぱ彼女もやっぱ給料をもらって、嬉しかったみたい でこれからもまあ頑張りたいっていうことで、気持ちを述べられていました。はい、じゃああと3人目の S さんですね。りょうくんも前のデイサービスからずっと知ってる方なんですけども、この方も一応まあ、手足の力が入りにくいで手先もちょっと不自由なんですけれども、彼女はこれまで経験してきた豊富な知識と経験をスタッフなどに伝えて、で制作活動のアドバイスだとか、あとはスタッフと一緒にこの撮影、写真撮影で使う小物などの制作活動をしている方ですね。はい、すごいもう知識だとか雑学だとかが豊富で、その情報量はもう舌を巻くぐらいね、いろんなことしてますよね。特に今テレビ番組だとか、あとジャニーズの情報量ものすごい、ものすごいかも。彼女のまあ好きな番組が鉄腕ダッシュということで、まあいずれ鉄腕ダッシュみたいなこともやりたいって言ってたんですけど、で一応その方 の3ヶ月デイサービスを通っての感想ですね。やりたいことをいろいろチャレンジできることが嬉しいということですね。はい、あとは給料をもらった感想がやっぱり嬉しかった。で給料は今のところ一応買いたいものがないので、今後のために貯金をしたいということで話されてました。はい、このように皆さん、まあ、思い思いの感想で共通して言えることが楽しみながらいろんなことをチャレンジしているということで、はい、話されたのがすごい印象的で、まあ、こんな嬉しい声聞くと僕たちもますますね頑張りたいなっていう、はい、身の引き締まる思いです。はい、こんな感じですね。あとどれぐらい？エンディング。エンディング行く。はい。来週のお題は。来週のお題。来週のお題。今で決めとく。そうですね。一応前回、今週、前回、まあ、先週ですね。先週と今週で、りょうくんのアシスタント、このように変わってるんですが、また来週も違った方がね、りょうくんのサポートとリクエストで楽しみ。次回の出演者はなんと女性です。やった。やった。私は嬉しくないんです。私は初めて。りょうくん曰く男性よりも女性の方が鼻があっていい感じです。ね、まあ、女性には女性の、男性には男性のね、良さを生かしながらちょっとりょうくんのサポートもしつつ番組を
盛り上げられたらなというふうに思っています。何か聞いてもらえ。あ、じゃあちょっと少しスタジオライフワークのちょっと宣伝もちょっとお話ししたいと思います。デイサービススタジオライフワークでは利用者を募集しています。皆様の周囲やお知り合いの方で自分を生かすための場所を求めている方、またはチャレンジされたい方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。当社のホームページ、Facebook、インスタもやってますので、興味のある方はぜひご覧になってください。はい、じゃあこの番組は スカッと爽やかデイワークの提供でスタジオライフワークの提供でお送りしました。お送りしました。それでは皆さん、また来週。